台本は頭の中にある。そりゃそうです。台本がないことにはどの場面でどんなセリフを言うのかも、どこから登場してどこへ退場するのかも分かりません。どんな小道具を作らないといけないのかも分かりません。役を決めたくてもどんな役かも発表できません。稽古場から離れて家に帰って練習もできません。まずは台本がなければ人形劇はニッチもサッチもいきません。物事が進まなくて身動きが取れなくなってしまいます。読み合わせの時に変更があればメモしておける台本です。照明や効果音のタイミングを書き記すことができます。本番までの記録簿としても役立ちます。映画のシナリオを読むとまるで映像になって頭に入ってきます。人形劇の台本も同じです。人形劇の作品の数だけ台本が存在します。人形を作るのも大変ですが、台本を書いて印刷するのも大変です。だから演目の数だけ台本があって、演目が増えれば増えるほど覚えないといけないことが増えていきます。一般的にはそう考えます。ところが当劇団にはほとんど台本が存在しません。二人でやっているので頭の中に台本があります。変更があれば口で伝えればこと済んでしまいます。観客の反応によって若干公演時間が伸びたり縮んだりします。観客の反応を考えなければ台本通りの時間で公演が始まり終わります。ルールブックのような台本ではアドリブのように臨機応変な対応がしにくくなります。観客によって頭にはないセリフが本番中に生まれることもあります。次の公演では書き換えられています。劇団員が2人ですから、人形を作っている間にどんどん台本が仕上がっていきます。それを頭の台本に書き留めるだけです。落語の稽古にも似ています。師匠から弟子に落語が伝えられます。最初は師匠の真似になるかもしれませんが、自分の言葉として生まれ変わります。基本の台本は一人で作っても、二人の創意と工夫のある人形劇に生まれ変わった台本になります。音楽をテープに入れて、人形劇をやっていたこともありました。その時は、新しいセリフも生まれず、人形劇がアップデートすることもありませんでした。音楽を生のキーボードでやるようになって、セリフに時間の制約がなくなり、ストーリーは同じでも、公演を重ねるごとに人形劇はアップデートされて、千秋楽に向かって舞台はより良いものとなっていきました。頭の中の台本は、本番に忘れてしまうセリフも出てきます。それは紙を媒体としているセリフも同じです。人形を動かすと、流れるようにセリフが出てきます。台本は頭で覚えているのではなく、体で覚えているのだと知ることになります。